ああ、あ、マイク使いますね。ああ、マイク軽いな、いいな、今回軽いマイクの方が。はいはい、いやー疲れたな。ようやっと2018年も終わりですけど、今年も終わったね。うん、終わりましたね。まだ終わってないけど、まだギリギリ終わってない。終わらせるだろ。あ、本当ですか。ここは何市だ。埼玉市じゃないの。いや、埼玉市、うん、浦和じゃなくて、ひらがなで埼玉市じゃないの。ひらがなで埼玉市なの、わかんないけど、あれ全部併合されたんじゃないの、あれ。全部ではないや、西東京市じゃねえんだから。はい、こんばんは。埼玉県は南浦和のビッグワンセカンドさんにお邪魔してます。今回は、まあ、毎年恒例ですね。もうのなんか記録にある限りだと8回ぐらいやってるはずなんだけど、もっとやってんじゃないの。いや、あ、もうちょいやってっか。9回10回。いや、だって新宿帝時代やってるじゃん。ああ、それ考えたらそうですね。それで僕ババに5年いて、でそっから今の仕事、そうですね、もういなく抜けてから4年経ってますから。俺関西行ってから8年経ってんだよ。あ、じゃあ10年ぐらいやってんすから。いやー、長瀬さん、それはあれですよ、10のくらい変わりますよ。おぎゃーと生まれた子供が小学4年生多分江戸1回ぐらい変わってるはずだよ。そんなにやってる。いやー疲れましたな、もうだるみたいな。ちょっとつぶやいとかないとまずいかなと。お、早くもらえますね。4人も暇ですね。人気コンテンツ暇ですな。さあ、長田正月明けましておめでとうスペシャル。もう気づいたらあれですね。あ、第12回って書いてある。第12回12 江戸一周だよ。根から始まったような江戸がもうイまで行っちゃうぐらいの。いやー、すごいですね。12回。前回の寝戸通しから始まってるってこと。ああ、そうなるのか。やばくね。やばいね。そう考えるとやばいですね。さあ、ということで、あ、7人に増えましたね。ありがとうございます。こんばんは。南浦和、埼玉県南浦和ビッグワンセカンドさんより配信してます。バツです。今椅子2つ並べて若干寝転がってる感じです。おいおい、永田さんは立ってます。長さん座らせないでまずいな。シルバーシードって言葉知らないの。確かに。いや、長さんまだまだですよ。シルバーとかじゃないですよ。いけるいける。長さんはそんなキャラじゃない。いやさあ、今日はあれですね、まあ今年のイベントの、まあ、最後、まあ本当最後ですね。最後の最後、大取りってことで。いやね、毎年毎年思うんだけどね、大晦日よう来てくれますよね。でも今回はね、あれですね、去年のあの遠征の方々が、そう、土日絡んでないのもあって、あの早めに帰っているので、今回は多分残ってないので。もうけどあれだね、昨日のホックスとかに出てない方々とかが逆に来てたりとかで、まあイベントはあれですね、やれてやるだけ、あの損はないですね。まあでもあれだよね、あのこの年明けイベントってさ、風営法上さ、1時まで OK な時間帯だから、うん、ちょうど年越しイベントできるんだよね。そう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 、どこでもね、あのそビッグワンセカンドさん普段あの12時前なんですけど、まあそう、なんで12時までかしたら、そう、電車でみんな帰りてえからだよということなので、本来1時まで営業は普通にできるんです。あ、そうなの。うん、埼玉できるんだらしいですよ、さっき聞きました。本来はあの何時まで営業なんですか、あれって25時って言ってましたんで。なのでカウントダウンで、まあ、体感途中でカウントダウンして、まあ、永田さんのお誕生日を祝って、まあ、ついでにあれですね、さよなら平成と
まあでも平成もあれでしょ、なんだっけ、あの3月、4月ぐらいまで平成なんでしょ。新それでも年号なしでそのまま3月まで進むの。ね、いや一応平成31年でになるんだよ。だから昭和64年と同じ感じだよね。そう昭和64年って実質なんか2週間もなかったような感じだけど、いやもうちょっとあったんじゃないか。何日かはあったと思いますけど、とりあえずビッグワンセカンドのこれってあれかな、ここでチャット的なのは今見れないのかな、それでも誰もあれかな、書き込んでない感じかな、どっちだろう。長さんなんかで一応書き込んでみて。いやだからちょっとチャンネルを探す。ああはいはい。あということで今日はランダムとエントリーしていただいた方々何人いるのね、1、2、3いっぱい、なんかなんだあれルガールみたいなのこしてるせいでしょ。エントリーしていただいた方々で9時引きで適当にランダム喋ったことがある人も喋ったことがない人も関係なしで仲良くランダム2 on 2で、あれですよ、通常のトーナメント戦とで、一つだけあれですよ、特別ルールは一昨年だよね、にもやったんですけれども、チャットは使えるね、一昨年にもやったんですが、先方が似立てするとおー、ずいぶん調子に乗ってんなーと、できる気になってんなーということで、長田さんが特別に可愛がってくれます。似たてで勝利すると永田さんが可愛がってくれます画面の中で。でその永田正月の可愛がりを見事撃破すると勝利と。もし可愛がりで先方のプレイヤーが負けた上でさらに大将負けてしまうと、なんとそのトーナメント表のそのブロックの勝者はなしなしなし。なので一昨年は準決勝でシードと。なんでシードって言うの、おかしいだろう、このブロックいないんだけどやばくねみたいな。準決勝右側引くなんか試合なくねえとか平気であったんで、とりあえず時間巻きに行くためになるべく頑張ってブロック消していくように。なんでだよなんでだよいやね、でもねあれですよ、そんなルールだったらおかげか分かんないですけども、お同士は僕たまたまくじ引きで焼き鳥くんと組んだんですよね。で焼き鳥くんがみんなをムン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 はめ殺してで煮立てして、で長田さんにいい感じに可愛がられて、その長田さんを俺が、はい、まあ剣本田ですなみたいな感じで殺させていただいて。しかし今もうすぐ11時になっちゃうから、そうだね、そろそろね、もう組み合わせ決めてチーム決めないとね。エントリーでもさ2 on 2でさ、海外やるとなると結構時間かかるから、意外とかかんねえんだって。いやっぱ結構かかるんだけど、から早めに始めたいところではあるんだが、まあとりあえず何でしたっけ、エントリーのシートがこちらに欲しいですね。そうするとくじ引きはもうこっちで適当にやってきますか、長田さんと俺とで、はいはいみたいな。俺引くわ。長田さんが引くの。これ長田さんがじゃあくじ引きして、セロテープがトーナメント表ですね。セロテープがあれですからね、こ昨日のやったあのホークス、やっぱ俺が引かなきゃダメだなみたいな、カラリーク飛ばしてましたから。お前が引くとろくでもないことなんだろ、お前か。知ってんだよ。セロテープさん、今日の麻雀どうだったんですか。何すいません、勝ったの。あれ、ちょっと KKY どこ行った KKY だ。あれ富山に帰った。はぁ、全部何人だ。21人、あと1人。これでやっぱ弟子川さん、一応俺入ってて21だよ。うん、いいんだよ、長野さんも出てくるんだよ。これは弟子川さん出ていただいて、で11チームですね。11チームのトーナメントって難しいな。8チームトーナメントの3カ所0回戦でいいんじゃない。あ、まあそれになるか。そうだね。だこれでいうところの BCD に1個、あ、まあそうだね。A ブロック、ブロックでもないんだけど、まあそんな感じで作っちゃいましょう。したら声も入ってますよ、名前書いてましたね、声もって。とりあえず一通りいるのかな、全員。声も入ってるね。一通りパラムいるんじゃないかな。あれもニーヤーはニーヤーいないっぽいけど、いやさっきそこにいたぜ。ニーヤーさん捕まえてきてください。あ、生駒田高尾さん。いや、なんで本名いや、なんで年の瀬にいきなり本名をパラしたの。ニーヤーさん、ニーヤーさん、あ、ヤンさん来たよ。
意外とあれだね、来るね。じゃあまだまだ受け付けはいけるということだ。皆さん、はい、出ますよね。まだ間に合うよ。できます。はい。だって皆さん今回これのために日本来たでしょ。じゃあツイッターでそんなん書いた。今日のメインはこれなんだけども、いろんなとこ回ったせいでなんか間に合わないかもみたいなことツイッターで書いてたの。松戸とかね、あ、柏とかね。そうそうそう。まあ、あれがこの柏の地下 B1 だよね、行ってきたんだね。ヤンさんツイッター見たもん。柏の B、 柏の地下ってまだゲーセンあるの？ある。しかも一つある。ガリバーとかじゃなくて？あ、違う。柏、まあ、うっかり丸地下。丸地下、うん、丸地下、丸の地下まだあるらしい。ある意味俺の初めての遠征場所みたいなもんだからな。あそこはあれだね、なんだろう、懐かしいね。なんかちょっと待って、ニアさん、あれさっきいた気がするんだけど、あれなんだ、いたよ。いねえんだけど。絶対いるって。まあ一緒、まあ、いっか、あいつは。まあいっか。まあそしたらヤンさん入ったので、デシカワさんがじゃあ大丈夫なのかな。じゃあ22人で、11チームで0回戦4箇所、うん、あ、3箇所、3箇所ってことで。いやそれで、じゃあまずくじ引き的な、これなんだろうね、どうやってくじ引きしようか。なんでゼロ戦隊が届かれちゃった的なの。くじ引き、じゃあ、何でしたっけ、ランダムの変なのアプリ的なのでやっちゃいましょう、サクッと。そうね。どっちが良すんの、あ、俺え、あ、ランダムアプリ、俺ランダムアプリ持ってないよ。あ、そうなの、うん。ダウンロードしろって言われるけど、ちょっと待って、俺もでもね、機械のやつしか持ってねえんだよね、まあ、とりあえず19人視聴中です。今やってるのはさくらさんと、あともう竜の人は誰、えさすらさんとハイジン君、誰、ハイジン君は、もうの字合いが垂れ流れてる状態です。よし、じゃあなんかどうしようか、ランダムアプリ、なんどうやってやんだっけ、グープレイ、 Google プレイからダウンロードしようと。お、すごいすごい、20人ぐらい見てるぞ。そんなに見てんの。そう、もう一個のカメラはどっからやってんのかな。さあ、しかし書き込みはない。そうね、みんなシャイなんじゃない、書き込む価値などないと。そんなこと言うなって。そんなん言うなよ。さあ今ちょっと待ってね、ダンスジェネレーターとかいう、一応自分ツイッターでここでやってるよっていうふうにつぶやいたら結構人数、うん、最小1、最大22で個数22で、これ SLR ってなんだこれ。さすがですか、同じ数字、それは見るでしょ、さすがにって。まあさすがさんだけに。なんかどう、うん、なんだこれ、 R とか S とかって何これ。 S って何、なんこれ、え、いや、よくわかんない、おい、勘弁勘弁てるよ。まあ、た、なんだろうこれ、この S、L、R っていうのがわかんねえんだよ、なんだろうこれ、使い方的なのってないの。まあいいや、とりあえず今、1個落としたから、なんかこれでいくか。じゃあ、見るでしょ、さすがにって書いてある。見るかもしれない。じゃあ1から22ね。はい、はい、じゃあこれかな、14 18 14 18。マッツンと安部さん、はい、よろしくお願いします。で5 5 19 5 19、グリグラさんと俺。ずるくね、そのチーム。
で、1と12。1と12。ジェネと破天荒さん。結構強えな。4と22。4と22。4と22。デンさんと、ベータラリエさん、リラエさん。データ。リラエさん。ヤンさん。あ、はいはい。あ、ヤンさんだったのこれ名前か、わかんなかったよ。誰だろうこれ、S バルログって、とか思ったら。ヤンさんか。ヤンさん、ヤンさん。ヤンさんとデンさん。ええええ。ね。で、1と2、今4と22行ったのか。次がね、7と9。7と9。瀬尾くんと小山。いや、ぜえ。やり直そう。くじ引きやり直そう。そこはやべえだろ、まあ、いや誰か2連勝するかもしれないし、なんだけどね。次8が813813。8柊さんと中西、柊くんと中西くん。いやそこもずるいね結構 ね。次176、176はセロファンと究極上タイガーさん、セロファンさんと究極上タイガーさんですね。で次が11と21、11と21、伊佐治さんと記念参加さん。はい、伊佐治さんと秀記念参加さん、記念参加さん、はい、伊佐治さんと記念参加さんですね。で、613、あ、間違えた、失礼、6と3、あ、間違えた、16と3。16と3は、ハスラーさんと、ハイジン君。ハスラー、ハイジン。さっき対戦してた2人ですね。そうですね、次、20、10。20、10は、セロテープと万学さん。セロテープ万学さあ、女性運のいい。そうですね、セロテープはね、女としか、女性としか組まないですからね。で、最後ですね、2と15。2と15、イデアさんと、15番は、MOR さん。MOR さんとイデア、ガイル・フェイロンですね。今、ここで赤いコート着てる、こいつがイデアです。こいつがって。はい、ということで、チーム分けは終わりました。ということで、アラさん。あ、そうですね、1時間切りましたね。いやー、2018年。いやー、いろんなことありましたね。アラさん、何でしょうね、もう。何でしょう、2018年。春、疎通でしたね。夏、疎通でしたね。秋、疎通でしたね。まあ、そして冬、ストツー。秋は海外でストツーだったね。あ、そうですね。まあ、1年通して、2018年もストツーということで。まあ、僕、この、なんでしょうね、年がら年中、ストツー、何やったかな、みたいな感じで、パッと思い出すのが、ストツーっていうのは、もう、高校時代から変わらないですね。何年繰り返してるのかと。沖縄のスピリタスさんから。あ、来てますね。ああ、もう沖縄、年明けてんじゃないの。いやいやいや、時差はねえだろ。年明けるしやべえだろ。1時間くらい時差あってもおかしくなくなるんだろ。まあ確かにな、確かに。そっか、沖縄時差があるのか。今ちょっと面白かったな。リカルト・ジーザス、これはボンディア、これなんだろうな。ボンディアって挨拶なのかな。フランス語っぽい曲ない。それともボム、爆弾的な感じが、もう死ねみたいな感じなの。ボンボヤージュみたいな感じだ。ああ、そういうこと。ボンボヤージュってフランス語か、あれ。それロシアとかそっちの方じゃねえの。さあ、まあ、あの、そしたらじゃあ、なんだっけ、セロ、あ、そう、チーム決まったけど、あれか、チームの番、名前何にしようか、名前というか、チーム、あ、いや、1から11、1から11で、うん、セロ様、くじ引いて、で、その若い数字のとこ、それでそのままで分かりやすいだろう。で、一応、トーナメント表のところに、3つ、あ、そう、3つ継ぎ出さないとね。ボンボヤージュはフランスで乾杯ですね。いや、でも、これ、ボヤージュじゃなくて、ボンディアだからな。なんだろうな。ボンジュー、いや、ディアとか。太もも ICPO は何やってんの。太もも ICPO、今年も使ってます。なんで来てないの。いやー、草、そういうとこだよ。まあ、もう今長谷さんがお怒りだよ。なんでお前いねえんだよと。いやー、草くんやったな。2018年、最後の最後でやったな。3箇所3箇所こういうふうにピッと作るから、うん、どこに作ろうか。え、いいんじゃない。こことここで。じゃあそうしようか、うん、若い番号の方が有利ということでね。そうですね。さあ1から11を適当に。
まあこれあれですよ、引いてった、セロ様が引いてった数字、あ、数字、その、なんだ、一番最初か、はもう、ここの、左から11で、まあ、1から11までね、で、セロ様が適当なトランプかな、なんかで引いたところに、こっちのその1、1番の、その1番から11番からまで見ればいいからね、うん、まずじゃあ、破天荒チームがどこに行くのかなというのを、じゃあ、セロ様、あれ、トランプ。大統領どこ行った？カンデス。え？なんだカンデ言うてやべえだろ。お前どうかしてんだろ。今トランプ持ってきてくれそうです。ありがとうございます。お前カンって。まだですよって。さすがにスペーターさんが年は明けてないらしいです。年明けてもおかしくなさそうだけどな。まあそうですな。あったかそうだしね。あったかそうだしねって。ありがとうございます。さあじゃあくじ引きですね。じゃあセロテープ、セロテープが、これがセロテープのくじ引きだよと。そういやお前のくじ引きがねなってないんだよと。なんだあのブロックはと。いやあったでしょ。違うあれ、あのヨン様あれ強すぎてよ。違うほんとね、なんか昨日も言ったけど、帰り川村君と一緒に帰ったんだけどさ、小右衛門にも言われた、小右衛門じゃねえ、なんだ、フジモンにも言われた、全く嬉しくないっす。なんか違う、やった感がないの。なんか、あんまり強すぎるチームはね。違う、強すぎるっていうか、なんだろう、完全にあれ、1人と3人おまけだからさ、まあ、全くやった感がない。あれは、なしだな、みたいな。確かに俺、5オンでさ、うん、一勝もしないで優勝したことあったけどさ、全然嬉しくなかったからね。それやばいね。はい、ボンボヤージュは良い旅をらしいです。すいません、全然ちげえじゃねえか、乾杯と。いや、良い旅は知ってんだよ、俺は。で、うん、ボンディア、ポルトガル語です。ポルトガル語。ありがとうございます。はい、じゃあセロテープ。はい、1から11までシャッフル、シャッフル。おい、セロテープふざけんなよ。さあ、セロテープ。さあ、くじ運に定評のあるセロテープ。今回は万学さんを聞きました。そうですね。さあ、そして、昨日の麻雀でも大勝ちしたらしいです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。今日。ああ、ユンピョ、ユンピョね。ユンピョから死んだやつですか。まあじゃあ今日はセロテープさんが全部持ってくれるということで。じゃあじゃあまず1番は誰がどこに入るか。1番破天荒チームは。6番目ということは、右側だね。右側の1、2、3、4、5、6、右側のシード、ここ右のシードですね。美味しいですね。まだ試合マッチメイクできてないですね。当たり目だって。破天荒さんと、まだ1個しか引いてない。はい、じゃあ次2番目って誰？ 2番エントリーは、エントリー2番目、エントリー2番目、イデアさん。イデアさん、はい、さあ、イデアと MOR 君チームですね、確かね、はい。イデアチームはどこに行く？さあ、1番。おさあ、またしても、マッチメイクならず。イデア。まだ2枚しか引いてないですからね。いきなりそれで今、試合できてもどうかと思うんだけど。15イデアと MOR のはず、イデア、MOR。はい。さあ、次3番は、ハスラーと廃人チーム。ハスラー廃人チームがさあ5番、1、2、3、4、5、まだマッチメイクされず。そうか、俺結構偉くない、ちゃんと覚えてんの。そうね。次が4番、デンさんは記念参加じゃなかったっけな、確か。記念参加さんとデンさんのチームは記念参加さんと。そうだね。ほらちゃんと覚えてる。さあ2番、おマッチメイク完成。デンさんと記念参加さんのチームがイデア MR チームと1回戦ですね。まあ0回戦終わってからなのでまだちょっと出番ないです。えらい、俺ちゃんと覚えてんの。すごいな。次が5番、5番は、グリグラ。あ、ここインチキチームじゃないの。俺だね、これ、はい、これ永田さんですね。グリグラさん11番、グリグラ永田正月11番。はい、次は、セロファン。
セロファン、ごめん失礼、セロファンは誰だか分かんない、忘れちゃったよ。6番だから、17とだから、究極上タイガーさん、究極上タイガーさんですね、はい、究極上タイガーさんとセロファンさんは4番、1、2、3、4、はい、ここも決まった。ああ。はい、次。いやー、今の覚えてないか、もう廊下が始まってる、次が。シュウ君と、シュウ君は中西だね。あれ次は瀬尾君。あ、失礼、瀬尾君は小右衛門だね。瀬尾小右衛門チームは、瀬尾小右衛門が、8番。8番。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。と、まだ相手がいないですね。いいですね、そこ小右衛門、小右衛門。な次があれか、中西と中西と柊くんですね、中西柊くん、柊くん中西10、引いたのか、あ、長田昇華戦のほうじゃないの、グリグラ長田昇華戦のほうさあ、もうな、やだよ俺って言いながら長田昇華がニヤニヤしながら名前呼びました、はい、次はセロテープ番学ですね、セロテープ番学、さあどこに、さあ3番、はい、おう、シード、セロ番学は3番シード、はい、なのでセロファン上、究極上タイガーとハスラー配信勝った方と当たるとですね、次、イサジと、イサジさんなね、イサジさんが11、21だから、あ、ジェネだね、ジェネ、ジェネじゃねえ、失礼、記念参加、え、記念参加じゃない、イサジさんは11でしょ、あれ11は確か21だったよ、だから記念参加さんだ、記念参加さんはでもデンさんでしょ、デンさんは4番は違う、4番は22だった、これヤンさん、あのベータラリアさんだ、こっちが、あ、1個ずれた、はい、失礼、ごめんなさい、デンさんはあれですね、のベータリーラリーさんか、ヤンさん、ヤンさんでした、で、今引いたのが、まだ引いてないか、まだ引いてない、イサイさんが9番、1、2、3、4、5、6、7、8、9番、イサジさんと記念参加さんね、で、最後の1箇所がうち入れてないよ、マッツンとふざけんだよね、さあ、背を小右衛門のとこですね、お前死ねセロテープじゃあ俺 S 剣だからS 剣だからフェイロンだけは殺す、ここがマッツンと誰だ、マッツン誰だっけ、安部さんか、はい、安部さんと僕ですね、安部さんちょっと挨拶しないと、誰だか分かんない、はい、じゃあ第1試合ですね、長田正月明けましておめでとうスペシャル2019記念すべき第1試合はセロファン、セロテープのファンを名乗っているが実際はポニムラファンのセロファンと究極上タイガーさんのチームと廃人ハスラーチームですね、じゃんけんで 1P2P 並びに先方後攻、これあれだな、小右衛門にあっさり似たてで殺されて、小右衛門背を長田昇華戦殺してもらったらザマーみたいな感じそれが一番いいな死ねーみたいな、さあ、あの先方が2連勝すると自分が出ていくというルールになってます、セロファンさんは、究極上タイガーさんどちらにいらっしゃいますか、究極上タイガーさん、あ、いらっしゃった、素晴らしい、じゃあガイルですね多分ね、さあサクサク始めていく、そうですね、始めちゃいましょう、さあ、ワイン2本目あげてるんで、スピリタスさんずいぶんあれだな、優雅だな、優雅なひとときですな、沖縄はいいね、うん、いいですな、さあ、じゃあじゃんけんはもう終わったのかな、終わった、じゃあワンピースピース座って、とセロ様聞いてあげてください、じゃあ次の試合がうち松安部、安部さんどこにいるのかな、安部さんどうなのかな、あ、よろしくお願いします、安部と瀬尾小右衛門、いやこれ言われだな、似たて食らう狙いだな、似たて食らって永田正月お仕置きでザマー狙いしかないですね、いやまあ別に俺が殺せないんだけど、さあじゃあ瀬尾小右衛門と小右衛門さん、小右衛門さん
セオさん誰でもいいです、どっちでもいいですけど、じゃんけんでワンピースビタ決めといてください。あとは中西周正月グリグラ、もうじゃんけんでワンピーツーピーだけでも決めといてくださいな。ああ、そう、セオくんもかな、シュウくん、シュウくん、シュウくん、そこのニット帽をかぶってる方、ちなみに半袖、半袖、俺ら室内でも上着着て松なんてマフラーしてんのにね。そうですね、じゃあ今僕脱ぐのがめんどくさかっただけなんですけど。いや俺もそうなんだけど。あ、決まりました。じゃあ俺今あのなんだっけ、あの矢吹城状態を減量してる状態ですよ完全に。あ、ガムガム噛み出すまである。とりあえず下剤飲んでサウナ行ってこい。サウナ死んじゃう死んじゃう。永田さんはでも完全仕上がってますからね、あのレモンティー一杯しか受け付けないですからね。さあ、じゃあ決まったのかな。じゃあ先方が着席して。君は私が昨日の夜何を食べたか知ってるかい。洗っても洗っても落ちないんだ。何点の肉そばとカレーそばだぞ。結構食ってんな。そば食ってきたんだ。俺そば食ってないよ。あ、そうだ、あの苗場くんありがとう。いや、始まっちゃった。まあ始めましょうか。いいや、いいや、いいや、始めちゃってください。ああ、先方ハイジンさんと MR さん、究極上タイガー、究極上タイガー、究極上タイガーですか。それ色だけで判断かんねん。いやいや、一瞬ね、ちょっとさあ、2連勝するとまずいですよ。まずいの、まずいの。さあ、いやー、コエモン君とセオ君、どっちが来るのかな。どっちが来てもらえない。もう見立てされる。でも全然美味しいから。スーパーで落として、ハイジンさんがとりあえず1ラウンド目取る。室内 20.6 度とのことで。あ、そうなん、あ、そう、あれそうですね、ワンピー側、ま、マイクの向き真ん中にしてもいいですよ。さあ、勝ったのはハイジンさん。勝ったのはハイジン。まあ名前の通り最近の彼のやり込みはハイジンレベルですか。相当やってるらしいね。そうですね、さあ、そして出てくるのはセロファン。連勝はダメとかなんか言ってるセロファン、もしくはなんとか。ルール分かってないわ、やばいね。いや、まあそう、いや別にそれは上者ロールスクリューで。さあ、やられてるのにハスラーさんが大喜びしている。でかしたと、でかしたと、締め締めみたいな。まあ相手残儀ですからね、バルログレマーラーみたいな感じですかね。でも、いや多分ね、ハスラーさん的にはね、いや残儀より永田の方がきつい。残儀の方が永田の方がやべえ、永田だけは勘弁みたいな。永田の方がやべえと。まあしかし、相当やり込んでるだけだって。おお、今の上1点読め、それでも竜巻化け。いや、多分一応でしょう。どうだろう、どうだろうみたいな感じで。まあ、めくりはガードして、おっと、やる、竜巻やばい。さあ、崩せる。竜巻。さあ、作りかけて。さあ、ということで、これであれですよ。お互い、可愛がり権利なくなりましたね。そうですね。残念。残念。残念。いやいや、さあ、さあ、今回コンセプトを崩されちゃうと困るからね。さあ、セロファン強いですね、やっぱ。そして出てくるのは、色かぶせで有名なハスラさん。アイロンビーズでも有名。はい、ビーズおじさん。さあ、ファーストアタックはバルセロナ、バルセロナ。いや、むちゃむちゃ交換はやべえな。あ、バルセロナ7回ガードさせなければ、ガードされなければ勝ちだみたいな感じですから。お、冷静、うまいですね、今のは。しかも、サガダイパンのやつもちゃんと遅めに出してますね。それプラス、今あとあれだ、セロファンが若干しゃがないパンだから、ウフルのが早かったね。ザンギとしては、ブレンチョップでいくか、下で待つかみたいな感じなんですけど、立ち回りも悪くないんだっけ。しかし、さあ、なす進めない、死んだ。そしてガードもできない。さあ、勝ったのは、ハスラーハイジンチームが0回戦突破、おめでとう。さあ、次が間に、ヤスベ、マッツンとセオコエモン、インチキチーム。そうですね、まあ、殺しておくから見とけって。はい、あれじゃんけんはもう終わってんのかな。じゃんけん先しといてください的な感じの、お願いしますよ。勝った、勝った 2P、 絶対 2P お願いします。あ、マイクどうしようかな。じゃあ誰か喋れる人間、
じゃあ、長田さん一人でも大丈夫でしょ。誰でもいいよ。さあ、やす、こんばんは、X ゲーマーさん。コメントで、ね、ちゃんと、あれつけてくれたんでね、助かりました、本当に。うん。音入ってなかったけどね。よしよしよし。ルーザーズ台は、音が入ってなかった。すみません。はい。オーディオコメンタリーさあ始まりました。先方はボエモンとヤスデさん。え、そうなの。はい、さあそれほどにあずに自信のあるボエモン。さあブランカ戦ですか。さあ劣化系しか打っていない。さあいやらしい間合いで、さあ、コエモンがまず1ラウンド先取。さあ、劣化剣しか打ってないような気がするんですけれども。おっと、取り返す。取り返した。あれ、あるあるある。1本でも取ったら勝ちいってなかったっけ。さあ、チュワシチュワシ。小芋はなんか凡人が勝つには努力がうんぐんみたいなこと言ってたような気がするんですけれども。さあ投げ返した。ステップには反応している。さあ誘うような支援はガード。さあ削っていく。おっと噛みつき。おっと一回で外れた。これは結構前もって連打してましたね。さあブランカは劣化剣3発当たりやすいんだが噛みついて、これも2発であるよ。さあ投げ返して勝ったのはコエモン。惜しいよ。また来年。コエモンヒヤヒヤじゃんさあそして出てくるのは2番手はマッツン。いやワンチャン負けたかったんだけど、昨日の、では優勝チームのマックン。まあほとんど4代目ですけど、ね、4代目強すぎましたね。めちゃめちゃだったね、あれ。めちゃめちゃでしたね。さあ、まあ俺と紫は4代目が汚れが溜まりすぎてなんか魔女と化したっていうふうに言ってるんですけど、なんか昨日のね、4代目一人だけでも優勝できたんじゃないかっていう、まあそのぐらいの勢いありましたね。さあ、回し蹴り、大外回し蹴り。えっと、画面端使い出し払い。ここの距離は結構やばい。さあ、ピオール！でピオってアッパー劣化剣で減りすぎだろ。まだ死なないが、やばい。リーチ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 、やばいやばいやばい。さあ、コエモンリーチかかりました。さあ、ヒット確認入れないぐらいの勢いがありますね、今。さあ、レクリからバックダンプ。お互い様子見ましたね。というか下手に手出すとレックに巻き込まれる可能性があるんで。さあ後ろから昇竜拳、抜けたところにダイヤシ。さあダイヤシを枯れなかった。そうして投げる。今のうまいっすね。さあチーマクダイヤシ。今のは劣化読みでしょ。まあ声本も面食らった感じでしたね。さあ掴んで、うまい。飛び込み当たらないで。ピオリチ。ピオリチ。勝利。勝利。さあ見事ですね。まあこれも負けてガッツポーズ。まあ負ければね。かかか。さあ、いや別に2連勝したところでまだね。そうなんですよね。トーナメントはまだ。はい。賞金がいるんでね。さあテンション、瀬尾くん本当にこういうところのテンションよく待ったんですよね。さあ裏回ってから、裏回ってそっからくん、裏回りくん、角巻きフンキック。さあ勝利、逆の勝利、そして削れっぱ。さあ瀬尾くん本当
いですね、本当に強いですね。今日もなんか、なんとかモンゴさんって人がボコボコにやられてましたからさあ、走り込んで、さあ、打ってしまった、そして投げに行く。さあ、勝利決意からまた投げに行って、これは強い。おっと、今の変な投げをやろうとしたのに違いない。意地悪そうな男ですからね。ここで、さあ、しかし準備、先手溜まってるから下手すれば気分悪い。パーフェクト。さあ、勝ったのは、まっつん、安部さんチーム強い、さすが。さあ、そして次は、正月グリグラ対、中西周チームですね、はい。ああ、さあ、ということで次の試合が永田正月グリグラーチームと中西周チーム。周君はくじ引き決まった瞬間に嫌だーと、嫌だーと言っていたが、フェイロン、ホンダ。あ、確かに周君の嫌いなキャラ、2大キャラじゃん、ホンダとフェイロンという。S ホンダと、そうね、確かに S ホンダというよりもむしろ永田だね。永田とフェイロンが周君は一つの中できついか。で、中西龍、周君剣。さあ、玉ありチームと玉なしチームに分かれましたね。さあ、今第大だったけど、第中ハードだったら割とピヨったんじゃないか。さあ、いくそげはい、くそげいや、でもまあね、エクソフェイロンだったらまだ最近で許してもいいかなと思ってるんですよね。S フェイロン、どっからでもなんかしゃがみ中盤にしたらチュラシュライダーが食らってて、結構な距離からの5段食らって、しゃビヨるんですよね。あっちの方がクソゲーだと思ったんで、シャキフェイロンは許すようになりまして。そしてインク、すげえな今の。最近ね、ちょっと昨日あれですね、トモ君の知り合いでいたオルシャも知っていたシンガポールの KOF 君、ヒエヒョ君だ。あれと結構いっぱい一つやりました。フェイロン剣の、あ、そうですね、ちょっとフェイロン戦も、ね、考えなきゃいけないなと思いつつも、難しいですよね、剣戦は。さあ、投げうまい。さあ、中西が、俺は永田さんと2回戦いたいんだよと。さあ、飛び込まれて死ぬのか。ああ、じゃあ我慢した、我慢した。いやー、今レバー台でドグドグって感じで死んだかと思ったのもう一回出てきた上でトーナメント勝者なしだからさあ、永田正月と初体験、中西初めての正月。新世代のゲームのように 2X を作りました。誰だろうな、それは。さあ、喜ぶ、画面足を詰められて喜ぶ中西、嬉しくなってきたと、はい、さあ、勝利当たらない。さあ、勝利が当たらない。さあ、バックジャンプ、ファイヤードで一旦引き直し、対空ハード、新しい、まあ、新世代のゲーマーっぽいの今すげえな、対空ハード。さあ、対空シンガードでガードで追っ払う、追っ払う。ドスコイ刺さって、あ、うまい、やりますね。そこらの
気打つかよりもうまいって思ったらやはり最後はハードに飛ばれて第1章100です。ドアトに削られてがっかりと。彼が負けたら2018年もう数日たりだしまあ、2018年、あ、なんか落ちてきた。スピーカー的なのも落ちて、今あやこ俺死ぬとこあったわ。怖ぁ、これちょっとどこに置いてあったんだろう。あ、今ビビったわ。スピーカーがさあ、シュウ君が頑張っている。永田正月が苦手苦手と。ここは剣隊本田というものをしっかり見せてほしいが、さあやっちゃったのか。勝利暴れた。さあ残り3分、さすがにこの試合はいいですね。さあ剣本田、世の中の本田使いは竜よりはいけると誤解をしているようだが、剣の方が実はきついはず、きついでしょうと今しっかり分からせていきたい。まあ今のいいですよ。さあ100連載ちょっと痛かった。だまだこっからも全然いける。なぜ鬼武装がないのでね、安心した時に出ますよ。あ、安心できなくなった。安心できない。あれでしょ、ゼロドットはね安心できないですよ。何もガードできないですから。さあやっちゃった。お、ライスだ、素晴らしい。さあ全然今ガッド的に今剣有利。さあそこでその勝利が当たらない。 いい波動、やってしまった。やってしまった。そうなんですよ、ホンダは結局飛ぶんです。さあということで、あれですね、一番右のイサジーと記念参加チームは周中西グリグラ正月勝った方と戦うはずですが、勝者なしということで。え、うちのチーム勝ったよ。あ、そっか、あれか、これあれか、永田可愛がりじゃねえのか。じゃないよ、じゃないじゃない。普通に勝ったよね。俺普通に2連勝だから。あ、そう、普通に2連勝。じゃあ、1回戦いきますか。はい、じゃあ2回戦、え、1回戦ですね。1回戦ね、はい、イデアさんとエモールさんのチーム対、デンさん対と、ベータリライさんのチーム、お願いします。いやー、これちょっと永田正月ちょっと待って、今冷静に見るんだけどさ、冷静に考えよ。今パッと見た感じなんだけどさ、左側さ、玉持ちいない、あ、いるわ、俳人君と MR 君か。右側、いや、これ結構まずいな。結構遅れてんね、この配信。そうですね、多分まあ年末大みそかですからね、どこもやってんじゃないでしょうかね。なるほどね。コメントはね、でも割とね、リアルタイムっぽい、ね、そうだね。さあ、ワンピー側にイリア、なんかルガールみたいな格好してんの、あれルガール・バンスタイン、うん、かなりルガールっぽいけど、九州の俺の昔の知り合いが寝言でジェノサイド勝ったって言ってたらせ、違いだろ、それ、はい、どんな寝言だ。さあ、ヤンさんあれなんで、もうホンダやめたの。なぜかエスバル、いや、多分今、エスバルがブームなんだろうな。あ、そうだ、あ、確かにあれだ、チュンリーとか使ったね、今日もね。そうね。さあ、ヤンさん、台湾から投げて来てくれた。エスバル自体はね、あの基本性能は結構高いからね。そうですね、テラない代わりに、通常技の判定とか多分強いよ。爪が広えれば結構強そうだよね、うん。さあ、しかしその爪が折れてしまった。あと何気にさ、さあ投げて、おっと、ギリギリ。あと何気にさ、画面味相手にカメになってもさ、バルセロナ当たるじゃん、うん、引っ張り寄せるじゃん、こっちにさ。 あれでも逆に不利になるでしょ。引っ張り寄せる画面味のためではない状況にできるのは結構でかいと思うよ。さあ、レッキューが変な当たり方をして全部投げ数になってしまってるという。確かに。さあ、なんだこれ、バルログとかどう戦っていいか分かんないみたいな。投げてはめ殺しかねえ。まあ、普通のバルログ戦やってる時よりも近い位置だからああいう風になっちゃうんですよね。さあ、折れて投げて、さあ、アッパーから、さあ、スライディング、お、支援我慢した。どれかが、ヤンさんは今のところ1回もバルセロナ使ってないですよ。そうですね。
コツダッシュの時のようなバブルでしょ。まあヤンさん高校ですからね、なんだかんだで。そうですね、自分より年上だし。確かに、そうなんだよね、ヤンさんが本当だって。あの秋葉さんのさ、カコログとかさ、あの相当昔のブログとかに言ってた、本当にありがたかった。あのヤンさんと X ゲーマーズさん、うん、あーいたね。いや、あの今もコメントしてくれてるけど、相当昔の記録とか助かってるからね。さあ、転がって、ピヨッて入って、投げて、ガッツさん、ヤンさんガッツポーズ、嬉しそう。データリライさん、うまいですね、やっぱ、うん。さあ、そして出てくる2人目は、MOR ガイル。さあ、MOR ガイルがソニックサマーにこだわりすぎなければいけるんじゃないかと。しかしソニックサマーが通じにくい相手ですからね、これやる。さあソニック投げて、さあ起き上がり、投げが炸裂。お、やる。なんで今ソガットしゃがみ中間、おっとここできっちり待っている。今はソガットしゃがみ中間いいね、なんか詰め返したね、へーみたいな。やっぱバルノスとやってるとね、この相模城攻め暴れをいかに止めるかみたいな感じのところで。さあ、ローリング、あと、さすがね、バルセナ使った。スーパーソニックで、さあ、爪が折れた。バルセナ当たって意外と減りますね。投げて、投げて、いい投げ。さあ、そしてやって投げ て。いやね、バルログはね、この S バルログぐらいの性能でよかったよ。聞いてますか、マオさん。テラーとかいらねえだろ。あ、まったれやがって。聞いてますか、ARG さん。さあ、長谷川さんがうなずいてますよ。お前もバルログで。さあ、めくりから投げて。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 いい投げ。さあ、2連勝。あれ ?2 連勝しましたね。2連勝しましたね。じゃあ、私、はい、出番です。空襲的な警報が鳴り響きましたね。さあ、永田正月くなんてことしてくれやがったんだよと。勝ってくれたのはありがたいが、さあ永田正月登場。逃げた、画面端から逃げた。さあ、ドスコイで、さあ、これデンさんキャラ何なんだろう。バイソンいいですね。永田正月はバイソンが嫌いと、バイソン戦あんま得意じゃないと、自分自称バイソン戦が得意じゃないと言ってます。自称ね、あれバルログ使いでね、あの今ヤンさん、あの中キックとか大キックとか飛んでるけど、あの、ね、みんなよく大パンチで飛んでると思うんだよね。実際バルログとか、バルじゃない、ガイルとかのリフトアッパーとか、そこら辺のあの地上の技潰すのはあのジャンプ大パンとかさんさん強いんだけど、ジャンプ大パンで実はダルシムのスライディングに負けるんだよね、うん、でもそのスライディングはジャンプ大キックで勝てるんだ。だから知ってるバルログは相手に対してあのジャンプ大キックで飛びますね。バルシム戦でどっちで飛んでるかで、そのバルログができるバルログかできないバルログかの判断でいい判断材料になると思います。実は大キックの方が下に強い。さあ、どうぞ、いけ頑張れ。体力は勝っている大幅に。逃げた頑張ってほしい。まさかの A ブロック C のはやばい。デンさん応援するに決まってるでしょ。さあ、今オア的な感じは止める。さあ、4で相打ちでモリッと減って、いやー今のはちょっと目が覚めましたね。痛すぎですよ。ショーマンね。
さ、掴まれて、さ、デンさん頑張って、デンさん、助けてやっちゃったさあ、ということでとこの1回戦、1回戦の、まあ、先ほどやったのは0回戦ですかね。1回戦第1試合、勝者なしと勝者なし勝者なし出たね。勝者なし出ましたね。じゃあ万学セロテープチームと勝ったのは廃人ハスラーか。廃人ハスラーですね。はいはい、廃人ハスラーチーム、じゃんけんでワンピースピー決まってるのかな。あとあれだね、セロテープさんがそこにかちょっとあのプレ誰かしら、なんだっけ、プレイヤーを、先方プレイヤーを確認だけしてもらわないと困りますね。さあ、勝ったのはセロハンチーム。レディーファーストですよね。あ、違うまあそうですな。さあ、1P 側に万学セロテープ、2P 側に廃人ハスラーで、あ、グリグラさん申し訳ないの、先方プレイヤーだけ。さあ、11時42分、今まあいい具合に進むんじゃないかな。まあだって勝者なしとか出てるからね。そうね、試合数が入ってるからもう一回言ったらこれ決勝で下手したらさ、うん、優勝者なしとかありみたいな。全然ありますよ、全然あります優勝最初、要するに永田正月みたいな。さあ、ハド、さあ、え、バンガクさんは下がったの。最近下がったんですよ。ザンギじゃないんだ。ザンギじゃないです。もうあんなやつはもうおさらばだよ。さあ、ハイジンさんがシンクで締める。さあ、ハイジンさん、ハイジンハスラーチームが永田正月の可愛がりによって消滅すると左側なくなるんだよ確かに右側ブロックだけで決勝を打つ。そう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 、右側だけ。下手したら12時回る前に終わってしまうんだよ、大会マジで早くね。さあ、ハイジン、ハイジンが勝利。セロテープ、さあ、そしてセロテープ、勝ちたくねえと、廃人が竜なのに勝ちたくねえと言ってますよ廃人あんま、あれあれ確かに今回エントリーはキャラ、ま、名前だけでキャラクターは来ててはいたが、さあ、セロ代目が、そうですね、4様効果で今年2019年のもうトレンドキャラですよ、エスタガット。確かに勝ちたければ使えと、勝ちたければ暗いみたいな感じで、ね、そうですね、なんかまあそれはね、ジャスティンもね使ってたしね。そうですね、ジョン・チョイも使ってましたからね。ジョン・チョイも使ってたし、あとあれ、ウルトラコンも使ってるし。ああ、セロテープうまいですね。セロ代目、おお、あのタチジャキック超強いよね。お、5代目だから、5代目だから、どっから稼いでこうなんだよ。さあ、4代目はなんかその本当はあるらしいんだよね、その名古屋のプレイヤーとして、うん、要は何代目に当たるかみたいな感じで、そう言われてる。さあ、好き放題、これこのタイプのエスタガトも逆に面倒くさくない。王様みたいにさ、きっちりしてるエスタガトのやりやすいと思うのよ。田中さん世代とかが初代とかで、ああ、そうなので、2代目がスターさんとかで、って3代目ぐらいがガードされて投げた、タイガーに投げて、うまいね。なんで暴れでアッパーカットじゃなくてタイガーニーズだから。さあ、投げる、投げて、さあ、大パン、うまいですね。おっと、甘いプレー、たまには。さあ、眠い。さあ、そしてあれ、セロ様立ち小キック投げられる。今ね、配信君からね、目の前の一下がってよりもね、その先ほどの本田戦を見据えたムーブが見えたんですよね。うわー、ピヨっちゃったみたいな感じよ。いやいや、お前そんな今のうちからそんなことをやってると強くならないぞ。さあ、それを刺したのか、セロ。あー、セロテープ、ジャンプ攻撃出さなかったら何だったんだろうみたいな感じですね。下タイガーの重ねはあれですか、2ヒー、いや別に2連勝しても、ね、下がってホンダ殺したいだけですか。ホンダ殺したらいいだけだから、セロ代目っていうふうに、あれローマ字で書かれてあ、ダブル下がってましたダブルギエフではなくダブル下がったな。さあ、バルセロナ2つ目、
さあ、色かぶせも完璧ですね。確かに青4代目に魔王がかぶさったからね。さあ、バルセロナ、まあ、うまいですね、やっぱアトラさん、あ、うまくなりましたよ。いや、というかね、それは結構実感しますよ。やっぱり強いキャラクターって上手くなれないっていうことが多いから、まあそうね。さあ、止めた、クロデープやる、上手いですね、今のは。さあ、それっぽい動きをしているが、端っこを追い込んで、おっと、アッパーカットミスった。今のタジヤクパはどう見てもアッパーカットですね。アッパーカットミスですね、最後ね。さあ、勝ったのはハスラー廃人。さあ、ちゃんとハスラー廃人はあれですね、これで一気に決勝まで進出、一気に決勝進出。さあ、次は、ジェネ破天荒チーム対、マッツン安部さん。ああ、そうですね。さあ、なかなかいいペースなんじゃないでしょうかね。今ちょうど47分とかで、ああ、そう、当たるのはジェネさんと破天荒さんチームと、ジェネ破天荒対、マッツン安部。さあ、安部さんが先鋒で、破天荒さん、破天荒さん毎度毎度大阪とかでもね、お会いしてるんでね、なんかすごいしょっちゅう出張で大阪行ってますよね。全く破天荒でないという、めっちゃ実物はいい人と、超がつくほどいい人です。超がつくほどいい人、確かに。さあ、坂道ーパー、月曜日大阪アオレット駅っていうイベントやってるんですけど、あ、なんかやってます。中島、西中島でしたっけ、はい、それによく来てくれるんですよね。さあ、安部さんが噛んで、ナイス、怪しい、怪しい、今のうまい、もう一回怪しい、あれ台無し出ちまえば強いからね、あれ本当に。まあ、おお、昇竜拳、これうまい。まあ、紙に行きましたね。さあ、そして安部さんはさっきのでも、これも相手にいい動きしましたからね。ああ、かなりいい動きしてます。さあ、少しさあ、あれがいい人だって言われてますけれども、破天荒さんは中ボスは嫌な人だと思います。さあ、前飛んでいいジャンプ、破天荒さん辛い、あっと、これはくぐれない。さあ、真空波動。さあ、そして出てくるのは2人目のマッツン。さあ、確かにキャラは決めていないが、まあ、もちろん青い剣ですよね。はい、さあ、しかし昔はマッツンは本当に流星が下手くそだと言われたんですけど、最近随分克服したみたいですね。相当なんか流星やったってなんか言いましたけど、ちゃんと数えてるらしいからね。あ、数えてる、あ、はい、シンク食らわないように。あー、うますぎる、うますぎる。さあ、波動で押してって押されて、さあ、シンクは溜まっているが、これは、うんの数えてる。さすがマッツンさんですね。あれ、もう笑って打たせてますもんね、あれ。そうですね、自分が今だからどっちの暗いモードか見て、あの、数えてたから、当たるか当たるかもいいやって。うわっ、掴んだ。さあ、ダイヤスの位置で待っている。そして掴んで、ここはテッパー見せますね。さすがという動き。さあ、そこで出てくるのは
自分にとっては初代一通時代からの知り合い、まあ友達じゃなくて知り合いですからね。有名プロスケーターと、フィギュアの選手と同じ名前をしているゲルギーです。さあしかしこのね、弾使わない立ち回りっていうのがね、意外といやらしいっていうね、かなりいやらしい。いや、飛んでる。こんなとかだと、要は弾打つタイミングで飛ぶっていうのに、弾打たないから飛ぶタイミングないんですよ。さあ、竜巻で、足投げ、対空の反応がかなりいいんで、いいですね。まあ、弾打ち側としてはそんなに変わりはないとは思うんですけど、弾打たなきゃなきゃって結構嫌ですよ。さあ、大足大足微妙な位置でウロウロしてるのがうまいっすよね。さあ、竜巻で無理やりで入れ込んでた。さあ、逃げて、さあ、ハードドースク元キック、かわして剣取って、さあ元キック、おーっとジャブショー、さあ空中ヒット。さあ松井さん2連勝、さすがですね。松井さん2連勝しました。さあそして、次は、伊佐治さんと記念参加さんと、うちのチームですね、正月グリグラですね。あ、伊佐治さんと記念参加さんですね。記念参加さんはですね、メルブラ勢ですね。僕知ってる人ですよ。さあ今のあれですの謎のジャブ昇竜は影の上で前歩こうと思ったら、やべやべ、あっちも前歩いてきてると思ってビビって昇竜拳打ったら勝手にジャブ昇竜になりました。あ、か、あ、そうですね、数えてます。あれ実際一つって一個一個のダメージが大きいんで、そんなに一つ多くないです。結構数えられます。ああ、もう全然、いや、そんな それに集中しちゃうから、もう全然普段通りのあれで。はい、グリグラさんが2連勝した場合、永田正月と勝負ですよ。そうです、そうです。それはどうしましょうかね。セロテープが可愛がるの。無駄、ああそういうことね。あ、はい、それは永田さん、そうですね、まあさあということで、フェイロン対キムセヨンコさんは何を使うんでしょうかね。まあ竜です、スタンダードは竜ですね。さあ、メルブラゼも遊べる一つ。まあね、彼はね、非常にね、面白い子なんですよ。あー、体育が出なかった、まあ、しゃあない。あー、痛い。さあ、中断、まあ、わからん殺しですね。そぎゃだ。さあ、投げて、いやー、行って、いやー、なんだこのキャラみたいな感じです。いやー、わからん殺し、しゃあない。ありがとうございます。さあ、イーサージさんが分かってんのか、シナはモロトモなんだぞ、お前と。シナはモロトモなんだぞ、分かってんのかと。そして、あと5分で2018年、おととい、平成30年が終焉を迎えようとしてます。まあ、多分この試合がちょうど終わるぐらいじゃないでしょうかね。そうですね、これね、あと5分。伊佐治さんの、ね、作戦としてはね、頑張ってグリグラを倒すか、まあ死なば盛るかもですね。これ永田さんがフェイロに負けるはないですからね。確かに永田さんがフェイロに負けるはないですから、いやいやいやって、それ物言いですよ。さあ伊佐治さんが頑張る、いやいや、じゃあ俺がギザメするから、フェイロもホンダも別にキャミーで勝てっからね、俺がそれを証明するよみたいな。さあ今男の背中を感じますよ。さあ
グリグラさんが微妙に、ね、意識してるのが上には硬いのがやばいなんか挙動してというか、なんかお互いね普通に対戦してるもんだねいや痛い勝っちゃいんねん、中野さんねネットリアガードさあ、投げて、受け身ない投げてさあ、受け身がない、おい物言いでしょさあ、中段あー、中段2連チャン受け身ないわ、あれですよ、イエローカードですよ、今弱心を入れていたぞあーなるほどねまあそれじゃしょうがないですよ結構してたけどさあもうキラキラを行くしかねえぞおいあ今の中だナイさんの投げてうまい今の投げてねおおなんだ使ったさあダイヤシギリギリダイヤシさあイッサージの命のロウソクだ投げてあったあれさあ、ね、今バックジャンプできたような感じもしたがさあ長田正月えそいやエソンダでしょなんでエソンダじゃなくてもいいんだよねってエソンダでしょさあそんなこんなで残り3分残り3分ですねいやー2018年本当にいろんなことありましたねもう春一つ夏一つ秋一つそして冬一つみたいな一つしかねえじゃねえかレックからロークダウン入っておやるさあ投げておおいいですね今のね結構反応できる人多いんですよねあの X ホンダよりもは俺ケツの反応が小さいよねそうですねスカッつかるんですよね目の前でスカッされてるっていうのがあるさあグリグラさんがやりますねさあ長田正月は今のところですねあの物言い判定つかないですよ大丈夫です今のところ OK でーすってなってます投げて浮き目ないぞあーどうするさあ、ロケットあるよ投げるカーブしたのグリグラ回避いや、今のはあれですね、ちょっと審議のランプつかなかったです写真判定ですから大丈夫ですグリグラさんの勝ちです、OK ですさあ、ということで残り2分ちょっとこれ2分は待とうかね待つとりあえずあれか、じゃあ左側だよね、左側のいや、左はないもん左側、いや、ほら、一応ハスラーの一応不戦勝式さあ準決勝左側の準決勝はハスラー俳人チーム決勝と進出おめでとうということでそうだねさあそれに対しマッツン安部さんのケンブランカチームにグリグラ正月なんだよこれめんどくさいなグリグラ正月フェイロンホンダで右側のブロックですねさあ長瀬さんじゃあ今年2019年の総括的な感じのもう20秒ぐらいで早えよだって時間ないんだもんいやなんかあと30秒総括的に、うん、まあ今年もいろいろ大会できたんでまあ来年もやっていきましょうとまあ自分自身なんかあるかもしれないんでそれは最後の挨拶でってことであ、はい、あ残り15秒15秒じゃあカウントダウン19からは普通にしますかあの一つみたいなナインエイトみたいな感じで基本的な画面じゃないかセックスファイブフォースリーツーワンうわうーさあということで永田さん誕生日おめでとうございまーすさあ画面モニターを見ろモニターを見ろえ、あ、何あれあんたのあんのあんたの用意されてんのさあ永田正月ハッピーバースデーとちょっとあの画面これ配信の映像で出せないのかなしかもあれじゃん後発かなんじゃないそう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 いや一番悪そうな永田さんの写真を用意しましたいやあの映像これ配信に出せないんですかね弟子川さんあウェブカメラでいやなんとかやってくれとウェブカメラちょっとカメラどこにあんだ今あれかあのグリグラさんそこのあのそいつをちょっとうまいことモニター今ねビッグワンさんね店内モニターがね1,2,3,4結構あるんだけど全部全画面ハッピーバースデー永田正月とそして店内に流れてるのもあのバースデーソングみたいなそしてそれだけじゃすみませんよね当然ガンダムじゃないパチンって流すだとガンダム呼びそうな感じなんだよねさあカモンバースデーケーキえマジでそう当たり前じゃないですかさあ今回は
駅前の富士屋さん閉店時間7時ということで早めのうちに帰りました。さあハッピーバースデー。ありがとうございます。これ拍手の音です。さあ 3歳になれてよかったな。え、何歳っつった？ああ、さあケーキ、皆さんこれあの写メ的なこれ、それウェブカメラであれですね。うまい、これ画面、これゲームの画面じゃなくてそっちのウェブのちょっとワイプ変えれます。さあ誰かライターで火つけて、ああ、今ヒーデンがやってくれてる。はい、着いた。さあ永田さん、はい、ハッピーバースデー永田正月と書いてありますよ。ありがとうございます。ずいぶん長生きしちゃいました。そうですね、もっと早く死ぬ予定だったんだけど。永田さん、これで今回であれですか、死者誤入したら向こう側ですか？死者誤入だったら前回でも向こう側だった。ああ、前回でも今回じゃあ46。言うなよ。いや言うなよって、それ年齢切りそうな年じゃないでしょ。じゃあ46歳僕らの2つ上ですからね。まさに46歳ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年もそうです、もう今年ですね、2019年もの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2019年の12月31日も無事このようにあのお祝いできることをあの期待してますので、1年間病気も怪我もなく生きてください。病気も怪我もあるよ多分。はい、そうな感じでの誕生日おめでとうございます。プラス明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あ、市長の50何人さんもありがとうございます。したらフーで消しちゃいますよ。あ、じゃあふふふだっけ、はい、解決やんちゃまるの一面ボス。ああ、そうですね、これおたふく風太郎だっけ。ネタ古いから。じゃあとりあえずふーっと消してしまってください。さあおめでとうございます。さあこれはですね、永田さんはあの伸びたばりに鼻からケーキ食ってもらうぐらいの勢いで目でピーナッツ噛むんじゃない？あ、目でピーナッツ噛むぞ。鼻からスパゲティ食べるぐらいの勢いでね。まあこれでちょうど皆さんで、ね、あの分けてですが、はい、スプーンとかフォークとか適当に置いてあるのをあのむしゃ食いするだけですけど、はい、みんな皆さんで、ね、美味しくいただきましょう、はい、ということで、じゃあ引き続きやっていきましょうね。俺らの試合じゃねえかよ。俺らの試合じゃねえか。じゃんけんしますか。年明け一発目。さあ、またじゃあ俺じゃないね。じゃんけんは安部さんなんで。安部さんがじゃんけん強いんだよ。じゃんけんが強い安部さんにじゃんけんを。最初はグー、あ、じゃんけん、ホイト、あ、負けた。まあ別にどっちでもいいですけど。あ、特にないです。ワンピード。そうなんですよね。フェイロンはね、支援客が逆向きだからね。大抵のコマンドキャラ、スーピー側がいつですか。フェイロンはワンピー側のがいいの。じゃあシュウさんに頼みますか。さあ、そうですね。じゃあお願いします。さあ、今まで喋ってた2人が対戦することになりましたので、マイクは変わりまして、シュウです。よろしくお願いします。さて、2019年一発目は、お誕生日の永田正月さんとグリグラさんチームと安部マッツンチーム。さあ、ワンピー側は先方はグリグラフェイロン、そして 2P 側はヤスレーブランカー。さあ、2019年一発目いってみましょう。はい、さあ、最初はタッチコパン、ここは視点で拒否、画面端、支援局で削って歩き投げ、浮き向ないぞ。そして支援局でまたサンドって削る。さあ、ナイスサンド、うまい。あーっと、これも失敗だよ。残りゼロドット。さあ、どうする。歩き投げ。さあ、グリグラ1本目逆転で取っていく。さあ、歩き投げで転撃手、歩き支援から叫びダイパン、飛び込み投げて遠撃手で壊しから、さあ、歩き支援投げる。グリグラ絶好調、ノリノリ。さあ、2人目はマッチェン。
支援ヘッド逆の着信台足、そして波動を踏まして画面端さあ一旦距離取って30来たら歩く支援、あーっと壊し連覇出なかったが、そのまま使って投げて、さあ裏回りのダウン、ナイスガード、さあここはさあ危ない、さあしゃがみ大キックに中足を刺して1本目は待つ、さあ開幕大足、さあここで劣化球が入って亀足、さあ1回バックジャンプで距離を取るのがフェイロン、さあ劣化球をガードして勝利にランデーパン、さあ波動拳で一本陣、踏まない、さあしゃがみ中足中段投げずに、あーこっちょっと早すぎた、3本目タイムドア波動拳、さあ演劇中に波動拳当たってハンドルから掴む、ここガード、あーここはめしかもピオール、今のは運が悪かった、ピオッチャやべえ、あれまたこれグリグラフェイロンが2連勝してしまったので、まさかまさかのまた永田正月が登場、いやー今のは完全に運悪かったですね、ピオルかね、あれピオルことほぼないし、まあいいよね、びっくりした、はい、さあこれあれですよ、長田正月勝利した場合にはハスラー配信優勝すごいルールだ、決勝戦なし、準決勝シードからの決勝シードで優勝と、まあ一応記念試合的な感じで長田正月の試合はありますけど、さあ腹蹴り、さあ腹蹴り腹蹴り、ああそして歩き投げ、さあさすがにそれは通用しない、さっきもねグリグラさすが反応しましたから、しかもあれ本当当たんないですね、さあ100です100です、キスキス、あーっと入んないガード、さあ中田翔が前に歩いていく、さナイス3段よく繋げた、さあ演技師相手、さあ残りゼロノットだがどうする、おーああどうする、ガーもう勝つしかねえよそれはみたいな感じでしたね、さあこれで、ね、優勝、いや待った、一応ね永田さんの代わりオブザーバーでいらないで、じゃあセロ様がこれはまたあれですかね、エソーナですよ、エソーナ、セオ様が勝てばグリ勝てばグリグラチームの命がつながります、まあ負けるでしょう、まあ負けるでしょう、さあセロ様が永田正月代わり、ちょっと分かりづらいですけど今どっちどっちどっち何してるわけ、ちょ勘弁勘弁勘弁、なんこれわけわかんないよ、どういう状況で、ちょ見にくい、どっちがどっち、あ今左側は流れしますよね、そうですね、ただセロモンドが結構いい勝負してる、あ中先生お疲れです、もう間もなく終わっちゃいますよ、今永田正月可愛がり永田正月 VS、 いや冷静永田正月代わりのセロテープさん、さあしっかり落として、さあハスラーが超長田さんのことを応援してますね、この後結局長田翔がするとやるのにガードしてる、さあワンピーがセロテープが大幅体力リード、さあしょこうやんだよ、さあこうやるんだよとさあこうやんだよと煽りが入りましたね、はい、頭突きが入って、いやお互い怪しいですね、怪しいが、おっとセロテープ、
ここまでセロテープペース、やはり山田正月待てないの。おーっと、まさか勝ったのはセロテープ。さあ永田正月がいやー負けたと満面の笑み、ハスラーがっかり、なんだよそれと。さあじゃあ決勝戦ですね。決勝戦グリグラ正月チーム対廃人ハスラー、何のために廃人は頑張って永田正月を避けたのか、結局正月かよみたいな。さあじゃあ決勝戦ですね。じゃあじゃんけんポンして 1P2P、 何だそれ聞いたことないぞ。いやグリグラさんはグーしか出さないから別にいいですよ。ほらちょグリグラさんグーしか出さないです。あれジャイアンがあれですね、チョキしか出さないようなもんですよ。これもうほぼ先方固定ですかね。まあそうですね。じゃあグリグラ VS 廃人龍対剣、うん、いやーこれね決勝でねうっかり似たってたとね、その永田さんどうすんだよみたいな感じで。さあ廃人龍対グリグラフェイロン、いやね俺絵面的にはね廃人が似たてして頑張って似たてして可愛がりを永田正月に殺されて優勝者なしみたいな。だからもう廃人曲がりますよ1本目。これ何だったんだ今日の大会はみたいな、それは理想系かな。グリグラ君うめえかな。あ、何やってんの。さあしっかり落とす、ナイスショル投げてレッカが入る、亀橋ショール。さあ、勝利が出したいところで大志が空打ってるさ、レッカが打っちゃった。あーあーキャンセルできない。さあ今ごまかした感じでレッカが、さあリーチ、リーチ優勝者なしリーチ。そうですね、優勝者なしリーチ。もう一回スローテープさんですね。さあハスラー、おピュール、ピュール、ピュール。支援は当たらず、バルセロナ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 、バルセいけ今の、え、マジで返されたじゃん。さあバルセロナ、バルセロナ、あー分かんない、バルセロナガルシャが虫の息、フェイロはなんか、あーあるよ。おいなんでピヨッとけよ、ピヨッとけよ、俺はピヨッとけよ。あー下がない連発、なんで俺の時はピヨッとけよ、なんでピヨンねんだよバルグは。ピヨッとけよ、つかピヨンないか9割ですからね。確かにびっくりした、ええー、もさあグリグラ頑張る、やばい、うまいな、フェイロン戦、フェイロン戦、バルドグ戦ですね。さあしっかり見てる、ナイス。さあ下がって、暴れるのがハスラー、ハスラーが入ってガード、ナイスガード、やるやる、受け身ないぞ、グランサレ。さあグリグラ苦手、あれ、いや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 、いや優勝じゃないですよ、まだ優勝じゃないですよ、まだ優勝じゃないですよ、まだ優勝じゃないですよ。さあこの対戦なんと3回目。さあグリグラさんやりますね、かなりやりますね。さあこれで永田正月今1勝1敗ですよね。そうですね、先ほどさあドスコイ、さあジャック、ドスコイ、さあジャック、もう一回、さらにそして相打ち、さあフェロ、投げて受け身がない、当たり前、投げて受け身がない、当たり前、
投げる投げてやるうまいよ。あーさすがに入んない。支援はガードして、さあここで張り手が入って残り0ドット。さあこれも劣化神経食らうぐらいしかないんじゃないか。さあおやる前歩いてから支援がすごい選択肢。ユリグラ今のはすごいね。今のはかなりすごい。小江門もびっくり。今のはすげえと。今のは本当にやばかったな。さあ見てから頭突き。さあアルチンをガードして、さあ距離を取るのがホンダ。さあブレイバーアルチンガード、そしてガード。さあ、あるよな。おー、言っとけよ。ダブル系はでもいいだろ、今の。ガード、あの、おかしいだろ。さあ、腹蹴り。若干腹蹴り。さあ、見てから。さあ、リックが入って。さあ、惜しい。さあ、ブレバー。かなりいい勝負してる。やるー、最大勝ったのはグリグラ優勝。さあグリグラがきっちり、いやちゃんとした優勝になりましたね。いやよかったよかった。いやよくね、大会優勝者なしみたいな。ちょっとよかったよかった。どう何でしょうね、ツイッターとかで結果発表したらいいもんかと。勝者なしみたいな。危なかったですね。とりあえずグリグラ君と正月チームが見事優勝しました。おめでとうございます。長沢戦2019年最先いいですね。初っ端から優勝ですよ、ね、優勝だね。優勝です。もうじゃあ今年1年別に優勝しなくても大丈夫ですね。まあ開けて優勝してるのなかなかすごいよね。ああまあ確かに。さあということで、いやイベント自体は去年だから、はい、ああそうですね、確かにそうですね。今年はじゃあまだ、ね、まだ優勝してない。これ長さんあれですか、ちゃんとあのグリグラさんの10先とかやっときますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いろいろなんか不正がバレそうだから。不正がバレそうってなんだよ。さあということで優勝した、いや優勝したねグリグラさんにね、じゃあコメントいただきましょうね。これグリグラさんコメントお願いします。ああはい、あありがとうございます。中田さんと決めて、優勝ができて、大変、嬉しく思います。ちょっと優勝者なしっていう展開もあるかなと思ったんですけれども、はい、あ、よかったですね、はい、一応ちょっとあの最近ホンダ戦をやってるんで多少こう中田さんの忖度があったかなという感じでしたが、はい、うまくいってよかったです。ありがとうございます。はい、じゃあもう片っぽのじゃあチーム永田正月明けましておめでとうスペシャルのチームグリグラ永田正月、もう一人永田さん優勝コメント、はい、ありがとうございます。はい、終わり。え、いやなかなかね、どこでぶっ放してれば試合っぽく見えるかなみたいなね。お前な。わかる。今までやったことない領域に入ってるから、はいはいはい、まあそうですね、なかなか難しかったなって。いやでも実際にグリグラさんがね、いやうまかった、本当にうまかった。そうなんかホンダが歩きたい時にあの下段そしゃがみ大パンチだったりとか置いておいたりとか、あそこら辺ね龍拳もあれやるべきなんですよ。やんなくていいよ。いややるでしょ。やんなくていいよ。なんでだよ。まあ余計なことはしない方がいいから。それしホンダのホンダが気分良くなるだけでしょ。な感じで、まあじゃあ今年も無事長田正月明けましておめでとうスペシャルが終了したということで、じゃあケーキですね、皆さんで食べてくださいで、今12時20分。いやー途中であれですね、その試合がないところもありましたので非常に早く終わりましたな。確かに。ということで今日の南浦は決勝の勝者なしは相当やばいと思ったけどね。いや全然ありでしょ。むしろ伝説的な感じで面白くない。確かに。いや確かにそれ狙うべきだったのかな。大会でやったのに優勝者いないってどういうことみたいな。しかもさ参加人数22人優勝なしみたいな、意味わかんないじゃん。確かに。なんだこれ。確かに。そっちで行くべきだったんじゃないかなと思いながら、さあ2018年も本当なんでしょうね。なんだ ×5 エクサエストでもう一回エクサでホークス
の本当数多くの大会皆様ありがとうございました。2019年度も後継者が現れないのでしょうがないから僕引き続きやりますので。まあでもあれだよね、今年あ2018年やった大会って、はい、ジャイアンがね復帰したのはでかいよ。あと要は篠崎さんですね、篠崎さん5オンの、前夜祭以外は相当いい進行でいけてたよね、はい、大会参加する側の方々もみんなその参加慣れをしているのがすごいスムースな進行で非常に良かったんじゃないかなと思いますし、前回からかやったトーナメント表に試合の順番、うん、数字を入れるというのがあるので、あれもの皆さんの方で分かりやすくなっているのがみんなあれで、まあ、順番早いからちょっと終わってからじゃあ飯にしようよとか、ちょっと早いからまあちょっとねみたいなの空気を読んでくれる方々が非常に多くなったので非常に助かってますので、2019年初っ端で3月なんだけども、なんだね、ジャイアンが宣伝もしてましたけど、アニコレのイベントをの、ね、中野のレッドブルースピアでやるっていう、そうですね、3月17日してましたね。だからそこの日付、むしろなんだろうな、エクサやった後にやるアニコレのイベントの方がいいのか、それともアニコレのイベント出て、あ面白いなって、あ初心者大会なんかあるんだみたいな感じでエクサ後にしようかっていうのを非常に今迷っているところです。あとゴールデンウィークですね、今年土地狂って10連休いや非常に困りますね。そんなにあんの？うん、非常に困ります。の松田さんとかそこら辺もどうしようかと、非常に2月にはね、はい、スター杯があるんで、あそうです、スター杯の予選等 の何でしたっけ、デイトナーさん、シキーさんとニュートンさんでバーサスさんでロボットさんとビッグバンさん、その5か所でのあれですよ、スターさんから依頼がありました。そこら辺 のパイプ役もちょっと僕やらせてもらったので、関東何5枠あるの？5枠です。ヒロヤンが最大会に土日、その本戦の日付ですか、出れないということになりましたので、もともと4ついただいたんですけども5個になりました。ほうほうほう一応関西では寝屋川 ABC で1枠と、エンジョイバランスで2枠あるんで、あれ、はい、あれ関西3って聞いたんだけど、いやだからエンパラで2枠で、ああそうなんだ、 ABC で1枠あるんで、で、まあ、後発とかでもやればいいのに、え後発とかでもやればいいのに、同じ店で2回やっちゃやべえだろみたいな。僕あれです、実際初っ端は何でしたっけ、ビッグワンさんとの名前なかったんですけども、いや同じ店に2回やるのよりも結局普段のお店が頑張ってくれてるお店、何かしらイベントやってくれてるお店に関してはプレイヤー側主体の何かしら恩返しすべきだと思うので、まあ大阪ってそこまでないんでね、まあね、なんだ、西中島にしても台東にしても店舗業者系列だから、まあだからなかなかそういう個人経営のところでなかなかないんで、ああまああるとしたら後発さんなんだけど、ですね、まあとりあえず2019年度でも初っ端そのスター杯個人戦ですね、久々にやるスター杯、一応個人戦の最高峰のやつなんで、俺はガチすぎてなんか逆に嫌だなみたいなねおいやる前からネガかよですね、まあでも実際ああいうのもたまにはあっていいんじゃないかなと思いますので、あとなんだっけ、なんかエボジャパンで一つ初代一つなんかやるだかなんだか、なんかやるの、ツイートで見たけど、エボジャパン、うん、初代一つ福岡だよね、うん、あ誰がやるか知らないけど、やるんだツイートでも全然行ってもいいかなとは思うけど、初代だよ、いや初代でしょ、うん、真空だけいいの、いやまあ多分知らないんじゃない、そういうの片っ端から荒らせばいいんじゃない、ガイルフリーズして逃げるとかヨガリセットするとかいろいろあるけど、ああやる、ヨガリセットはあるねいやまあそんなのはまあさておきとしての2018年度ありがとうございました。2019年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。で、南浦ビッグワンさんは25時と12月31日の25時ということで、残り35分はのんべんだらりと普通に対戦できますので、余すことなく遊んでください。京浜東北線は終日運転とのことでしたが、人身事故でなんかダイヤが乱れてるというような情報で、僕京都ちょっと今日来るの遅れましたからね、気をつけてください。じゃあケーキ実食、はい、はい、皆さんありがとう、はい、皆さんケーキ早もん勝ちです。僕いちご取ったいちごじゃあ、とりあえず配信自体はの試合流しててみたいな感じだね、適当に我々はケーキでも食べましょう。はい、ありがとうございました。じゃあ今年もよろしくお願いします。
You are the star!
これは優しさ。Gracias.